この状態だとダメージが 1.5 倍になります。はあ、なるほどね。 1.5 倍ってすごいな。すごいんです。ストックの設定とかを3ストックにすると乱闘になりやすいみたいな話を若干どっかで聞いたことあります。あ、本当ですか。なんで2ストックの方が怠慢の確率が上がるんじゃないかみたいな。僕3ストックにしてますわ。僕も3ストックにしてます。激推剣ですよこれ。インクを出て、あー、かっこいい。もっとヤバい技が存在するんですよこの子。うわー、めちゃくちゃ気になる。気になるでしょう。始まりました、スマブラハウス。よいしょー。はい、 MC を務めさせていただきますジャパニーズ小池です。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてもう一方、トップ勢の方に来ていただきました。この方。はい、キャンディー所属のライトです。皆さんよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。さあ、今回の動画はですね、今回もです、トップ勢の方に、キャラクターを使っていただいて、オンラインの対戦でどれだけそのキャラクターが強いかというね、うん、検証をしていただくという動画なんですけれども、はい、はい、ライトさん、今回使うキャラクターは誰でしょう。僕は新キャラクターのインクリングを使わせていただきます。インクリング、スプラトゥーンの、はい、イカちゃんですね。イカちゃんです。しかも、この1ヶ月間で勝ちたいなら使った方がいいキャラクタートップ10の第2位ですからね。第2位です。第2位です。インクリングがもう全世界が大注目のキャラクターですよ。可愛い、強いとなったらもう間違いなく、うん、そういうことですよね、はい、ありがとうございます。さあ早速第1戦目いってみましょう。はい、はいはい、お願いいたします。名前を変えて、はい、僕ね、でもね、イカちゃんじゃなくてイカくんなんですよ。あ、男の子にもできるんですか。できるんです。イングリングは、はい、カラーバリエーションが8種類あるんですけど、はい、そのうち4つが女の子、4つが男の子。あ、なるほどね。僕よく見かけます、あの女の子のその制服のインクリングちゃんは、イカちゃんはよく見かけます。この子すごい人気なんですよね。すごいですね。すごい人気なんです。でも人気すぎてちょっと僕は違うかなと思って。なるほどね。あのね、自分の特色を出せるような感じの。ありがとうございます。若干インテリのメガネ入ってますよね。あ、メガネつけてらっしゃるんですけど、俺の特色なんですよそれは。キャラクター変えてもらえませんか。残念ながら僕はこれでいきます。ありがとうございます。さあ第一戦目いってみましょう。はい、行きましょう。どうですか、イカちゃんは。やっぱ使ってて強いですか。いやね、僕前作はそんなに不自由、うん、あの効かないキャラクター選んだつもりだったんですけど、はいはい、まあ不自由効いちゃってて、なるほど、それが全くもう火の打ちどころがないぐらい強いんですよね。なるほどね。やっぱそういうキャラクター、やっぱステップ早いですもんね。早い早い、これも見てください、これもうめちゃめちゃ早い。すごいな。ステップ1ステップこれですからね。わわわわわわ、すごいよ。このキャラクターの強いところってどこなんですか。強いところはやっぱりこの移動性能のステップ、はい、なるほどなるほど。ここから読み合いを有利にしていくところと、はい、あとは特色って言ったらあれですけど、ボム、これをチャージで投げることができるんですけど、スプラッシュボムってやつですね。スプラッシュボムですね、はい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 、これが自分に当たらずに相手にだけ当たるんですよねっていう特性を持ってるので、なるほど、ね、相手にも頭上に上げて読み合いを仕掛けることができるんです。なるほどなるほど。ちょっとお見せしましょう。はい、お願いいたします。第一戦目です。あ、ボム自分に当たらないの強いですね。はい、そうなんですよね。他になんか投げ物ある、そのボムとか例えばリンクとかもあるじゃないですか。はいはいはい。あの辺はやっぱ、あ、埋めちゃった。あら、埋めても大丈夫、弱でカバーします。弱がこれ結構ダメージ入ってますよね。そうなんですよ。これ相手が、はい、あの塗料ついてると思うんですけど、はいはい、この状態って、はい、このダメ、自分が与えるダメージが上がるんですよね。え、あ、知らなかったです。そうなんですか。そうなんです。一番今はまだちょっと、あ、これで最大ためですね。全部青になったと思うんですけど、この状態だとダメージが 1.5 倍になります。はあ、なるほどね。 1.5 倍ってすごいな。すごいんです。後ろへ。うわ、ま、強いわ。さあ、ボムももうしっかりある。当てて撃墜。さすがですわ。復帰阻止も強いんですけ ど, ど自分本体が出なくてもボムがあれば、なるほど、ね、カバーができると。このイカちゃんを使う点について、ああ、敵がね、やっぱりこうビビってますからね。イカちゃんの復帰って無敵がないので、はいはいはい、どうしても復帰阻止行きたくなっちゃうんですけど、ああいう感じでリスクもあったんですね。なるほど、そういうことなんですね、はい、イカちゃんを使うにあたってこう何の攻撃から入った方がいいよっていうのはありますか。もちろんそれはボムを固めていくところなんですけれども、はいはいはい、つかみですね。まずは先ほど上投げから空中上、これはもうほぼ全てのキャラクターに入るんで、なるほど、ね、20ダメージしか入るんですよね。これ美味しい、コンボにもなって20ダメージ入ってると、はい、そして弱、弱強いですよね。これ強いです。18ダメージからインクの塗布ができるので、なるほどね、そこから相手のダメージをどんどん上げることができます。はあ、なるほど、いいことずくめだ。で、ダッシュしたスマなんか、ダッシュからのイメージをどんどん仕掛けていくと、なるほど、そうですよね、移動速度が速いですもんね。もう一回、え、強っ。
はい、完封だ完封だすごい、これが第2位のキャラクターの実力ですね。そうなんです、今の試合はただ投げと上投げ、はい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 、上投げと空中上でばっかりで戦ってたと思うんですけど、はい、もっとヤバい技が存在するんですこの子。うわー、めちゃくちゃ気になる。気になるでしょ。続いての試合いってみましょう。ありがとうございます。さあ続いて第2戦目です、どうぞ。はい、それでは2戦目お願いします。はい、いきましょう。はい、先ほどの話したね、はい、ちょっともっとヤバい技をこの試合でお見せできればなというふうに思うんですけど、さっきも完封ですよ。だって完封しましたね。あ、やっぱちゃんとタイマンとはじゃなくてタイマンになってますね。タイマンになってくれますね。嬉しい嬉しい。なんか僕やってる感じ 50%50% ハーフハーフぐらいで乱闘とタイマン来ません、はいはいはい、優先にしてても。あ、来ます来ます。そうですよね。なんかそのストックの設定とかを3ストックにすると乱闘になりやすいみたいな話を若干どっかで聞いたことあります。あ、本当ですか。なんで2ストックの方がタイマンの確率が上がるんじゃないかみたいな。僕3ストックにしてますわ。僕も3ストックにだから乱闘いっぱいしてるんでしょうね。もう乱闘嫌なんだよな俺。あ、リンク来た。お、第2戦目はリンクですね。よろしくお願いします。お願いします。はい、リンクはやっぱりこう相手も投げもありますからね。ボムが、はい、ボムはこっちはうまく当てて、危ない、なんか やんちゃなことしてる。いや、あれやんちゃなことですか。やんちゃなことです。やんちゃだなリンクは今日のリンクやんちゃなキャラなんで、もともと。なるほどなるほど。強い技をどんどん当てていくみたいな。やっぱそういうのも楽しいですけどね。そうなんですよね。はい、しかしでもこっちはやんちゃなキャラではないのでさばいていきます。いいですね。あ、インクがない、インクがないときはどんどんこうやって回復します。こういうときにボムを投げると相手が引くんで、そうか、インクを貯めるチャンスが生まれるんですよね。なるほど、インク回復にも使えると。いたいたいた、それ強いな。さあ埋めた、これ。はい、ダメージやばいと思うんですけど、すごいな、やっぱ 1.5 倍になってるわけですね、まあ、最大 だと、ね、このローラーが、あーあー、もうこれ激戦です。あ、試合ちょっと当たりどころがあってですね。当たりどころもあるけど、もうサクッと撃墜ですよ。そうなんですよ。あれ、はい、あの一部のキャラクターピカチュウとかだと大体 80% から埋めたらもう撃墜が狙えます。はあ、なるほどね。そりゃ2位なわけですわ。そうなんですよね。強いな、撃墜力も高いと。そしてもう乗って攻撃力も 1.5 倍にしたいですもんね。そうなんですよね、はい、今ここで大体 1.3 倍くらいかな。あの感じで 1.3 倍なんですね。そうなんです、これで若干下がって、またでもボムを当てると。どうしたらインクを取れるんですか。時間経過ですか。時間経過です。あ、時間経過でしかやっぱダメなのか。時間経過なんでどうしても逃げる必要があるんですけど、なるほどなるほど。こっちはインクを貯めたりボムを投げたりできるので、はいはい、いいで状況が続きやすいと。これもう 106% 溜まっちゃってますからね。これまた完封なんじゃないですか。いけますね、いきましょう。あ、うまい。なるほどね、今のはねやっぱり埋まらないように。そうなんですよね、相手は飛び道具があるから。でこれで一回追い出してリンクを貯めれば。なるほど、やり直し。もう圧倒的優位ですからね。そうです。さあ埋めた。はい、はい、上スマッシュ。まだ決まらない。いやいやいや、 78% だが、はい、インクリングはどうですか。重さ的には、インクリングは重さ的には平均ぐらいの、はい、あ、そうなんですね。そんな感じの重さですね。なるほど。ちょっとリンク入りづらいな、これ知らなかった。あ、なるほどこの戦いの中でもどんどん成長していくと、はい、一部キャラクターはかなり入りやすくて上スマッシュでもうすぐ撃墜できちゃうんですけど、はいはい、入れなかったですね。なるほどね。ただまあいいところはかなり見せてくれたんじゃないかなと。ありがとうございます。さあどんどん行きましょうよ。行きましょう行きましょう。はい、3戦連続の3戦目よろしくお願いします。いやー、なるべくねローラーからのコンボを決めてるとこ見せたいなえ、でもだいぶもう僕の中ではなんかやっぱりこれあるあるだと思うんですけど、はいはいはい、上手い人が使ってるキャラクター見るとすごく簡単に見えませんめっちゃわかりますね。そう、なんかねすごい今簡単に見えてるんですけど、僕が使ったら絶対そんなことないんだろうなっていう。よく、はい、あのトッププレイヤーの動画とか見た後で僕対戦とかしたりすると、はい、僕って上手いんだなみたいな、めちゃくちゃわかります気持ちになりますよね、はい、ジャッキーチェンの映画見た後やっぱりちょっと強気になりますからね。あー、わかります。カンフー使えるんじゃないか、はい、わかります。ナルト見た後に自分はチャクラが寝れるんじゃないかみたいなそうなんですよ男の子なんでしょうね。男の子ですね、完全にね、ロマンがありますからね。ロマンがある。さあさあ、あ、ゼルダ、3戦目ゼルダ。森若さん、さっきのリンクの方ではないですね。じゃないと思います、はい、はい。さあ行ってみましょう、第3戦目よろしくお願いします。さあ、まあ、もちろんボムで牽制して、はい、まずは上投げから。これ入らず。そうですね、上投げからあれがコンボが決まるっていうのはね、もう先ほど1戦目の時にもバンバン見せてもらったので、これだ、はい、さあ距離置く。ボムが強いな。
いやすごい。でこれあれですもんね、インクが塗られている地面は、はい、ナイス、強い。インクが塗られている地面は敵の機動力も下がると。そうなんですよね、敵の移動力も落ちちゃうので、ダーンと。これウェビー攻撃、あの、はいはい、イカジャンプなんですけど、はいはいはい、スプラスプラなのか正式名称わかんないです。はい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 、はい、出始めと着地地点に攻撃判定があるんで、はいはい、仮に上に上がっちゃっても結構ごまかせたりするんですね。なるほどね。はい、もう一回。うわ強い。ローラーからの方ですね、これ。ローラーから上なんですか今。そうなんですよ。空上。空上を2回当てました、ね。なるほどなるほど。あばいやばい。投げ込む。ああ痛い痛い。こう投げて。いやー復帰が強いな。ただもう 102% 余裕でバースト系ね。ああ埋まっちゃった。はい、これはバーストだ、決まる。強いんですよこのローラー。ダウンを取ってライティングです。結構ね差し返しとか。なるほど。追いかけて置き攻めをできたりするので、ね。ちょっと待ってください。こうなってくるとまた完封ってことになってきませんか。おやおや。そうね。やはり強いな、はい、2位のキャラクターは人気があって強いって。いやいや申し分ないもんな。対空もしっかりできるキャラクターなんでね。なるほど。かなり自由度高いと思います。なるほど。62%。はい、はい。これはもう厳しいか敵は。さあまだ食らいついてくる。撃墜狙ってましたね今ね。狙ってましたね。はいはい。運行されます。ありがとうございます。102%。もう余裕で撃墜圏内ですよこれ。インクを当てて、あーかっこいい。ボム合わせて今のはパーセントをずらしてる。さらにダメージを重ねて撃墜をやめようという。いくらぐらいいっちゃうんですか。あれ一回食らうと 60% ぐらい入ります。うわすごいな。めちゃめちゃかっこいいボンコンボです。ありがとう。最高のコンボをさ最高の場面で見せていただきました。はい、3戦連続完封ということで、はい、インクリングの強さが見れたんじゃないかなと思います。よかったよかった。ありがとうございます。ライトさんありがとうございました。いい、いや、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでこのスマブラハウスではこれからもどんどん攻略動画の方を上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。お願いします。ライトさん今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。